はいどうもアーチです。出ましたガンダムゼルトザーム HG144/1 ですね。ビルドダイバーズリライズの敵キャラですね。おほー、これがね一番楽しみにしてたんですよ。主役機とかあと、バルキランダーもね作ったんですけどまだレビューしてないですけどね、こいつが一番すげー好みだったんですよね。このゼルトザームアルム、異形の右腕は伸縮可能性を伸びるんですよ。でこの形ね、でアシンメトリーでね、ガンダムマーク3が元になってるキットですよね。ハイパーデストランスでけんすよ。とにかく巨大な槍で、シールドバインダー、これですね、シールドバインダーとフォールディングデストランチャー、このね武器がたまんないですよね。これは実弾なんですかね。はいはいはい、方針の展開も可能という感じなんですが、あ劇中ねなんかねここ展開して膝からビーム出してましたよね。膝っつうか向こうずねというか、それはどうなんでしょう、再現されているのでしょうか。また中見てみましょう。はい、はい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 、ランナーランナーこんな感じですね。ランナーランナー、そんなにそんなにそんなに多くはないかな。という感じでランナーがあって、で説明書です。ガンダムゼルトザーム仮面の男、なんか名前言ってましたよね。こんな感じですね。あーかっけえな、やっぱねかっこよいですね。あーここのビームは再現されてないのかな。うん、まあ HG ですからね。はい、説明書こんな感じです。あーもうでっけえ武器、でっけえ武器がいいっすよ。でっけえ武器、ロマンロマン、はい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 、おほーなるほど。あーやっぱそうですね、オミットされてますね。ここんーどうなんだろう。あでも展開するな。あ入ってますねちゃんと武器、ほほほほほほ、こう展開するようになってますもんね。すごーい、そこまでちゃんと再現されてるんだ。おーこれはめちゃめちゃ楽しみじゃないですか。いいっすね。じゃあ早速作ってみましょう。完成しました。ガンダムゼルトザームですね。うん、かっこいい紫基調ですね。はい、このアシンメトリーな感じがねかっこいいのではないでしょうか。じゃあまずパーツ見ていきましょう。ですねこれですね、ハイパーデストランス、ハイパーデストランスっていうらしいです。でかいんですよね。これをねここにマウントしてるんですよね、この人ね。これすごいですよね。でこれ一応伸びて、まあ左手でも掴めるし、この右手のこっちでもね掴むことができるんですって。ここにあの穴が開いてるんで、ここでマウントするらしいです。もう一つがシールドバインダーとフォールディングデストランチャー、長え名前が長え。はい、まあ、シールドになってるのと、これが展開するとよいしょ銃になるんですよね。これぶっ放してましたよね。これもかっこいいですよね。形良くないですか、なんかね。うん、かっこいいかっこいい、いいな。で一応ねあのバックパックにつけたまんまこう出してきて、でグリップがねここによいしょこう出るんすよ。こう出てこう握るんすよ。やべかっこいい、いいっすね。はい、あとでねちょっとマウントさせてみましょう。でそれとは別にこれなんか普通のっていうか他の144/1につけるときに 3mm バックパックつけて、そうするとこれとこの2つがマウントできるようになるというバックパックのパーツと、あとね一応4畳扱いになってるんですけど、左手の開きで一応ポッチがついてるんで、まあなんか掴めたりできるのかなっていう感じなんですけど、なんか説明書だとやっぱり握り手だけなんですよね。なんでまあ一応こういうのも作れるぞという感じです。では早速本体見ていきましょう。かっこいい、もう至る所がアシンメトリーっていうね。いやーやっぱこいつですよね。最大の特徴はこれがゼルトザームアルム、アルムっていうらしいです。うん、おしゃんな名前ですね。はい、であとここの顔もね、目がねなんかねいっぱいあるんですよ。5個ぐらいあるんですかね目がね。こんな感じでね、はい、でこういうと
はい、肉抜きないです。下半身もね、がっつりしてて、後ろのリアスカートもでっかいんですよね。サイドアーマーでバックパックと、でこれになんかさっきの武器類がつくという感じですよね。はい、かっこよいぞ。これはね、待ってたキットなんですよね。はい、こういう感じですね。じゃあちょっと可動を見ていきましょうか。まあまあ首はぐるっと回るのとこんな感じですね。で、肩、こっちはね、甲も引き出せるんですよ。甲も引き出せるんで、結構いろいろなポーズが取れると思います。あ、取れちゃった。肘は90度ぐらいですかね。で、縦軸が二の腕じゃなくて、この肘関節のところであるんですよ。で、2箇所あるんで、一応まあこれでぐるぐるといけるかなという感じですね。はい。あと手首がボールジョイントという感じです。おい。で、腰も結構動きますよ。うん、ぐるぐるいきますね。はい。で、フロントアーマー。サイドアーマーちょっと、でリアアーマーは動かないんで、もう後ろへの足の開きは、まあ、ちょっとかわせば一応ここまではいけるかなという感じですね。で、縦軸が太もものところに入ってて、でよいしょ、膝結構いきますね。膝はアーマーの限界までいくとこれぐらいですね。はい。で、あとここ足首がね、はい、横にも動くと。で、ここがね、開くんですよ。武器が入ってるんですよね。ここ銃が入ってる。よいしょ。こういう感じでね、展開してビームが撃てるという武器です。劇中使ってましたよね。ちゃんと再現されてると思って。さあ、じゃあ最大のこいつですよ。ゼルトザームアルム。はい、こいつの可動いきましょう。まあここの肩口は左と一緒でグッといきますね。で、縦軸が入ってて、よいしょよいしょ。で、ここが伸びるんですよね。ザーン、おおおお、かっこいい。そうすると、こんな自分の体よりと同じぐらいの長さまで、いいっすね。という感じです。これも結構ここまで、でこっちにこう曲がるので、いろんな表情つけられますよ。グイッとね。はい。で、こうですね、ここも曲がると。で、ボールジョイントなんで、まあここも曲がると。で、本当はね、これ両方繋がってたんですけど、ちょっと中で切っちゃったんで、今独立稼働してますけど、親指というか外側の爪が動くと。で、一応まあこんな感じでググッと動きます。いやー、いいっすね。これかっこよくないですか。はい。ちょっとね、肉抜きが目立つので気になる人は埋めた方がいいかもしれないですね。あと関節がね、結構指自体がでっかいんで、交錯すれば指を動かせることができるのではないでしょうか。おお。じゃあちょっと武器をね、マウントしてみましょう。はい。はい、武器マウントしてみました。かなりのボリューム出ますね。いいっすね。かっこいい。あ、そうそう、ここもね、稼働するんですよ。スラスターがついてて、バーニアがちゃんとついててね。はい。ここも稼働します。で、あと3ミリ穴があって、で、股関節がね、こう動くんですよね。こう、なんて言うんでしょうか。ちょっとここが触れるんですよね。はい。こういうのもついております。で、何よりこの背負い物ですよ。でかい。でかいっす。はい、こういう感じになっております。じゃあちょっとこれ展開して持たせてみましょう。ホールディングデストランチャー構えてみました。こんな感じでケースいいっすね。形もかっこいい。で、ここでね、アームでつながってるんで、結構フレキシブルに動くんで、そんなに苦労せずに握らせることができます。で、右手を展開してね、はい、こういう感じで
ですよ。背負い物がすごいな。でこの武器ですよね、これが。よいしょ。ここにピンがあってこっちに穴があるんで、こうすかね。これでここに合わせて持つと。はい、逆でしたね。ここに、よいしょ、こうすね。こうでまあまあこう持って、うわーでかすぎて入らん。はい、こういう感じ。おお、いい敵っていう感じがしますね。はい、こういう感じになります。うん、かっこいいですね。ハイパーデストランスを左手に持たせるとこういう感じになります。ああ、これもいいですね。左にでかい武器、右にでかい腕。おお、かっこいいんじゃないですか。うん、いいキットだと思います。はい、というわけで今日紹介したのはガンダムビルドダイバーズリライズより HG144/1 ガンダムゼルトザームでした。うん、ボリューミーでアシンメトリーでめっちゃいいと思いますよ。武器も面白いしかっこいいっすよね。ちょっとね、個体差かもしれないですけど、私のやつはちょっと股関節が緩くて足開いちゃうんですけど、まあまあ軸を太らせればなんとかなると思いますんでね。でも左腕じゃないや、右腕ですね。右腕がいいっすよね。あとランスとね、武器、うん、素晴らしいと思います。じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。